では、えー、始めさせていただきます。AWS を使った生成 AI の活用というタイトルで、えー、AWS 事業本部コンサルティング部の森田が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず、自己紹介をさせていただきます。えー、私、クラスメソッド株式会社で、プリーションアーキテクトとして、えー、森田力があの本セッションを担当させていただきます。 普段は、あの、福岡オフィスの方に所属をしておりますが、えー、日本全国のお客様に対しての AWS 環境のご支援を行っております。はいえー、Amazon Bedrock AWS Lambda が、あの、個人的な好きなサービスでして、あの、弊社のブログの方でもこれらのサービスについて、あの、記事を投稿しておりますので、あのよろしければちょっとチェックしていただければと思います。 それでは、あの、本セッションの内容に入る前に、本セッションで扱うことと扱わないことについて、一旦ちょっと整理させてもらえればと思います。え、本セッションでは、AWS における生成 AI サービスの、え、まあ、紹介、並びに機能について、あの、ご説明できればと思っております。また、実際のユースケースに応じて、どのような生成 AI を選択すべきかどうか、どのように判断すべきか良いか、 といったところの指針について、今日はご紹介できればと思います。はい、で一方で、生成 AI 自体の仕組みであったり、ラグの仕組みについては、本セッションでは扱いませんので、ご了承ください。はい、では、本セッションのアジェンダとしては、こちらの内容で進めさせていただければと思います。では、まず、AWS での生成 AI サービスといえば、皆さんどういったサービスを思い浮かべますかね 直近であれば、おそらく Amazon Bedrock が一番最初に思い浮かぶところかなと思うんですけども、実際に開発、AWS を触っている方であれば Amazon Q であったり、あとは Amazon Sage Maker。これらサービス、3つのサービスが思い浮かぶところかなと思います。で、これら以外にも生成 AI を利用しているサービスとして、例えば Amazon ッ e x であったり、QuickSight といった サービスありますが、基本これらの裏側で動いているもの、Amazon Bitlock であったり Amazon Q などが動いております。よって、AWS サービスで生成 AI を活用したいとなったときには、まずこれら三つのサービスを押さえて検討していただくと良いかなと思います。では、検討する際には、まず各サービスについて提供している機能、 を理解していただくことが重要ですので、まずはこれらサービスの機能についてご紹介できればと思います。はい。まず Amazon Bedrock についてご紹介していきます。Amazon Bedrock とは、必要な生成 AI モデルを AWS 上でフルマネージドに利用できるようなサービスとなっております。 で、生成 AI モデルに対してアクセスを行う場合、API ベースで簡単に生成 AI の利用が可能となります。また、生成 AI モデル自体は複数のプロバイダーが提供しておりますので、まあ、悩むポイントにはなりますが、ただ選択肢としては多くのところから選んで、で適切なモデルを使うといったことが可能となります。 また、Amazon Bitlock では生成 AI を利用するために必要な便利な機能として、ラグ、エージェントなど、そういった機能も提供しております。また、生成 AI を利用していただく際に必ず必須となるようなデータセキュリティ、コンプライアンスに対しての対策機能、といったものも Amazon Bitlock の方では機能として提供をしております。 では、まず一つ一つの機能について見ていければと思います。まず API ベースで生成 AI の利用が可能についてですが、そうですね。Amazon Bedrock では、どのようなモデルを利用する場合であっても、共通の API を使って、モデルを、モデルにアクセスすることが可能となります。実際にあの右側に示しているもの、これ、Python のコードと、 なっておりますが、利用する際には、ここのモデル ID の部分、たま、あの、上部のプロンプトであったり、パラメータも少し変更は必要となりますが、これらを変更するだけで AWS SDK から簡単にモデルに対してアクセスができるようになります。実際に、こちらのコードでは、あの、Amazon の Titan を利用していますが、例えば、Anthropic クの Crowd3 クを 利用する場合も同様に、ここのモデル ID であったり、パラメータ等を変更するだけで、まあ同じ API でほとんどコードの変更なくアクセスすることが可能となります。で、そうですね。で、直近で、あの、新しいこのベッドロックへのアクセス方法が提供されておりまして、この Converse API と呼ばれるアクセス方法もございます。 先ほどまでの API ではパラメータやプロンプトの変更がモデルごとに必要だったんですけども、この API を使っていただくことで、このモデル ID のみだけを変更すると、他のモデルでも簡単に呼び出せるようになるといった便利な呼び出し方法になっております。ただ一の注意点としまして、すべてのモデルで利用できる アクセス方法ではありませんのであの、もし採用していただく際にはご注意いただければと思います。はい。じゃあ続いて、生成 AI を利用する際に便利な機能、Amazon Bedrock が提供している便利な機能について、2つほどご紹介できればと思います。まず1つ目ですね、えー、ナレッジベース e b ア for Amazon Bedrock と呼ばれる Amazon Bedrock が フルマネージドに提供するラグとなっております。でこちらあの、コーディングなしで、もうノンコーディングで構成することが可能なサービスとなっております。また、す、ま、べ、あ、てその何も選択できないというわけではなく、まあ、埋め込みモデルであったり、ベクトルデータベースについては、まあ、適宜選択することが可能ですので、 完全に固定化されたラグになるわけではなく、ある程度柔軟にラグの構築も可能となります。また、日本語も対応はしておりますので、Amazon Bedrock でラグを利用したいとなったときには、まず、第一候補としては、この Nowledge Base for Amazon Bedrock を利用できるか検討していただくと良いかと思います。はい。 で続いてご紹介する機能としては、Agents for Amazon Bedrock です。この機能はユーザーからの入力に応じて、生成 AI が任意の処理を実行してくれるような機能となっておりますで。この機能を利用していただくためには、あらかじめ事前にどのような処理を生成 AI から実行させるかというのを定義しておく必要があります。で処理自体は、 事前に作成しておいた AWS ラムダが呼び出されることになりますので、例えばこの例のところにありますように、ユーザーが天気の情報が欲しいといった内容が送られてきたとき、生成 AI の方で、ここの内容を解釈し、天気取得の API を実行するといった、そういった構成が可能となります。はい。 では続きまして、データセキュリティコンプライアンスに対しての対策としてのガードレールについてご紹介いたします。はい、でこちら、ガードレール機能としましては、ビットロックを使って自然言語でのやり取りをする際に、ユーザーが有害な情報を入力したりとか、逆に生成 AI モデルから有害なテキスト情報が出力されるような ケースというのも、まあ、ゼロではありません。まあ、そういった、まあ、意図せず、有害な、まあ、情報が入力アウトプットされるのを、えー、制御するために、このガードレールの機能がございますで。これらの、このガードレールの機能では、事前にモデルへ、まあ、どういった入力、どういった出力を禁止したいかといったトピックを、えー、あらかじめ定義しておきます。 で、その定義に基づき、実際に、え生、ー、成 AI モデルで、えー、この定義しておいた、まあ、トピックであったりテキスト等に、えーまあ、マッチしてしまうとブロックされるといった挙動をします。でまた、あの、正規表現による、えー、パターンの正規表現を使った、えー、ブロックしたい情報の定義ということも可能ですので、 例えば自社の機密情報にあたるような、えー、まあ ID を正規表現でまあパターン化することでそういったまあ独自の機密情報に対しても対応することが可能となっております。はい。というところで、えー、一旦ベッドロックの機能についてご紹介させていただきましたが次に AmazonQ についてのえ機能の方を ご紹介させていただければと思いますが、そうですね。Amazon Q と言いましても、実は、あの、内部で Amazon Q ビジネスと Amazon Q デベロッパーと呼ばれる、二つに大きく分類されておりまして、で、それぞれで提供している機能というのも、大きく、まあ、経路が違っております。Amazon Q ビジネスは、エンタープライズ、 向けの実際によくある生成 AI チャットアプリケーションのようなものを構築するようなサービスとなっており、a m a z o n 級デベロッパーの方では開発者用、ソフトウェア開発者が助かるような生成 AI サポート機能を提供しております。はい、でまず a m a z o n 級ビジネスからご説明していきます。 Amazon 級ビジネスでは生成 AI を利用する際に必要な認証認可であったり、LLM、ラグ、データソース、あと Web ユーザーインターフェースなど、そういった必要なものをまるっと準備してくれるサービスとなっております。でまた、Amazon 級ビジネスでは、先ほどのベッドロークと違いまして、モデルを選択するということもなく、標準でも生成 AI モデルが備わっておりますので、 こちらご利用していただくとなると、まあ、生成 AI モデルの種類については、意識する必要は全くないというものになっています。で、データセキュリティ、コンプライアンスに対しても、あの同様に、ベッドロックと同様に、ガードレール機能を提供しています。で、えーまあ、Amazon Q 自体は、まあ、内部でベッドロックが使われているということになっているので、まあ、ここにもありますように、ガードレールだったり、あとはこのプラグイン、 先ほどのベッドロックでいうエージェント機能、ラムダを裏側で実行してくれるような機能ですね。こういった形で、まあ、ベッドロックとほぼほぼその提供するサービスは本職がないものになっております。でただ、Amazon Q の注意点としては、英語のみの対応、まあ、サポートということになりますので、ここだけあのご注意していただく必要があるかなと思います。 実際にあの AmazonQ ビジネスでどのような構成、どのようなリソースがデプロイされるかといいますと、こういった、実際に生成 AI アプリケーションを利用するために必要なデータソースであったり、レトリバー等のリソースが、コンソール上から本当に数クリックで簡単にデプロイすることが可能です。他の生成 AI サービスと比較したときに、ユニークな あの特徴、機能として、この Web ユーザーインターフェースを提供してくれているという点です。ですので、あの、この Amazon Q を利用すれば、すぐに生成 AI チャットツールを利用することができますので、本当に素早く利用したい際には、もってこいのサービスかなと思います。 であのユーザーインターフェースの方で提供している機能としては、まあ、一般的な会話履歴であったり、メッセージング機能、えー、ファイル送信も可能ですので、はいまあ、とりあえず使ってみるというのはあの可能なものになっております、はい、では続いて、えー、開発者向けの生成 AI サービスである AmazonQ デベロッパーについてご説明いたします。 こちらのサービスについては各種 ID 等でご利用ができるようなものになっておりまして、実際に有効化していただくと、このコードの提案だったり修正といったものが可能となります。で、このコードの提案、修正というのが、実際に AmazonQ と会話をしながら、AmazonQ もやはりその誤ったコードを提案する、提案してくることもあるので、そこは会話を通して、 開発者が望んでいるコードを作るように促すことが可能です。であとはプロジェクト内のコードをスキャンして実際セキュリティの脆弱性がないかとか、コードをもっとより良くなる方法がないかといった提案もしてくれます。あと、まあ、AmazonQ デベロッパーで割と、まあ、なかなか多分知られてない機能かなとは思うんですけども、レガシーコードをあの 簡単に変換するような機能もございます。例えば Java の言語バージョンを変更するために必要なコードのまあ作成であったり変更提案というのを行ってくれますので、はいまあ、素早くあの言語バージョン変更したい場合とかにも AmazonQ デベロッパーは使っていただけるのかなと思います。 で、ま、実際にどういった形で、あの、コードの提案が行われるかといいますと、え、ま、コメントの内容からこのようにコードの提案が行われたり、ま、先ほどもありましたように、チャットを通してコードの修正提案を、え、行ってくれるよう、こともできます。ただ、あの、ま、これ ID e の設定であったり、Amazon QDeveloper 使っていただくときに、あの、ライセンスの、ま、管理というものが、あの、必要になってくるんですけども、 本当にもう今すぐこの生成 AI の機能を、お手元で使いたいみたいな、そういった方には、この Amazon コードカタリストと呼ばれるサービスもおすすめです。この Amazon コードカタリストでは開発者向けに必要なツール群をまるっと用意してくれるサービスになっております。で、この中でえ Amazon Q 統合というものがありまして、 この中でその先ほどあったコードの提案だったり修正などが可能になります。でそうですね。まあ、生成 AI に対、生成 AI を使った一周の自動対応だったりというのも可能ですので、まあ、非常に生成 AI のその恩恵を受けるという面でいえば、このコードカタリストを使っていただくと、はい、あの、まあ、簡単にそこを享受できるのかなと思います。 例えば実際にこの一周、こういった形で、えまあ Amazon Q に対して、一周、一周に Amazon Q をまあアサインすると、このように、まあコードのえー提案であったり、コードの作成が行われて、まあこのコードカタリスト内で、プルリクエストが自動で作られるといった。まあそこまで、あの、コードのまあ作成プラス、まあそういった、えプルリクエストの作成まで行ってくれますので、まあ非常に、あの、 開発スピードが上がるような機能になっております。はい。というところで Amazon Q についてご説明いたしましたが、続いて Amazon 政治メーカーについてご説明いたします。Amazon 政治メーカーとは機械学習モデルを作成であったり動作するためのフルマネージのなサービスになっております。 これらで作成してくれるようなリソースとしてはインフラであったり、コンピューティング、まワークフロー、あとエンドポイントですね。これらをまるっと用意してくれますので、機械学習をゼロから作りたいとか、モデルから作りたいケースにはぴったりのサービスとなっております。ただ、生成 AI を使いたいからといってゼロからモデル作ったりとか、 まあこの機械学習モデルを作るための開発環境を用意するというのはなかなか大変かなと思いますのでそこを楽にしてくれる機能としてこの政治メーカージャンプスタート独自の生成 AI モデルを作成することが可能なサービスがございますでこの政治メーカージャンプスタートではオープンソースにある既に学習された機械学習モデルを使って 簡単にモデルの追加、学習だったり、ま、実際にその作ったモデルの検証をする環境といったものを、プークリックで、ま、簡単にデプロイすることが可能となります。で、最終的にあの、作られたモデルというのはエンドポイントとしてアクセスできるようになりますので、ま、AWS Lambda 等で、ま、例えばこのエンドポイントにアクセスして、機械学習モデルを使うみたいなことが可能となります。で、Amazon Q やあの、ベッドロッ とちょっと比較すると結構この実装コストとかが高いんですけども、機械学習の専門知識なく、一応利用はできたりするので、初めて生成 AI 活用する際にはなかなか重たいサービスにはなるかもしれませんが、実際に使っていただくとま様々なオープンソースのモデルを活用することが可能となりますので、はい。 初めてでも十分採用できる可能性はあるサービスとなっております。はい。で、ここまでの一旦ちょっとまとめということで、えー、3つサービスをご紹介させていただきましたが、まあ、これらの各サービスごとに、あと機能ごとにあのまとめた表が、えー、このようになっております。でまあ、例えばこの表を見たときに、まあ、Amazon 開発者ツールを使いたいとなると、AmazonQ 一択になったりとか、はい、WebUI を作りたくなく、マネージャーに使いたいとなると、AmazonQ になったりとか、まあ、いくつかユニークな機能というのも、こうやって見ていただくと、ご理解いただけるかなと思います。では、実際にユースケースに応じて、どのように生成 AI サービスを選んでいけばよいか。 今、あの、様々な機能をご紹介しましたが、そこで、どのように選択していけばよいかという、まあ、指針についてちょっと、えー、ご紹介できればと思います。で先ほどは、まあ、様々な機能ありましたが、まあ、ユニークな項目ごとで、項目をベースに選択チャートを、あの、私の方で作ってみました。で、この選択チャートに基づいて、実際に生成 AI 活用をしたいとなったときに、 それぞれチェックしていき、最終的にたどり着いたサービスというのが利用していただくべき生成 AI サービスなのかなと思います。右側に各サービスにおける開発コストだったり拡張性というのを示しておりますが、基本これらはもうトレードオフの関係になってますので、開発コストが低いものというのは拡張性がなかったりします。 ただ、あの、ちょっとご注意いただきたい点としては、す、ま、べ、あ、てのユースケースに対応した選択チャートではありません。あの、例えば、この選択チャートの中では、あの、ラグについての検討は行っていませんので、例えば、まあ、ラグも Amazon Bitlock で提供している、Amazon Q で提供しているラグ、それぞれにまあできること、できないことの違いなどももちろんあったりするので、まあ、そういったまあ細かいところについての、えー 考慮というのはされていない選択チャートとはなりますので、ご注意いただければと思います。はい、では、いくつかのケースを使って、今の選択チャートをちょっと当てはめていきたいと思います。まず、ケース1ですね。一般的な情報や社内のまあナレッジデータに素早くアクセスして、作業効率を上げたいようなケースです。 このようなケースの場合、社内データへのアクセスが必要となりますので、ラグが使えるようなサービスというのが好ましいことがわかりますで。あとは社員での利用ですので、ID 管理だったり、あとは Web アプリとして利用したいというところで WebUI の有無なども検討していただくべき項目になるかなと思います。 で、まあ、これらの項目を見たときに、まあ、このように選択チャートを辿っていくと、最後、この英語での利用であるかという部分。ここがちょっと、まあ,あ、注意していただきたいポイントで、あの、先ほどもありましたように、Amazon Q が、まあ、英語でのサポートになっておりますので、なので、まあ、英語でなく、まあ、日本語、日本語で、まあ、利用したいとなった場合には、まあ、もう、おのずとこのベッドロックをご利用していただく。 ケースとなるかなと思います。で、ベッドロックご利用していただくときに、じゃあ、WebUI もゼロから作らなくちゃいけないかとか、あとはまあ ID 管理もゼロから作らなくちゃいけないかというと、まあ、そうではなく、まあ、AWS の方でサンプル集の一つでこういったチャットアプリケーションを作る、まあ、こういったプロジェクトがありますので、これを使っていただくと、 あの、サーバレスに簡単に、えェブアプリケーションを構築することが可能です。えこちらを使って、まあ少し機能を拡張したりみたいなことも可能だったりするので、ベッドロックをご利用していただく際には、まあこのようなサンプル集もご利用していただくと良いかと思います。では、続、続いてケース2です。ユーザーから入力された質問を 最新の情報を使って回答文を作成したいようなケースです。でこのようなケースでは、まあ、例えば既存の Web フォームに対して、この機能追加を行いたいということになるので、まあ、先ほどあったような WebUI、独自の WebUI のを作るみたいなところは不要ということがわかります。 で、まあ、最新情報へのアクセスが必要になるので、まあ、これで、まあ、ラグも必要になるということがわかります。で、これらを踏まえると、まあ、それぞれ選択チャートを辿っていくと、まあ全、すべて、まあ、ノーということで、まあ、最終的には Amazon Bedrock が選択されることになります。で、続いて、ケース3ですね。で、このケースについて、 ユーザーから入力されたテキストに基づいてデザインの生成を行いたいようなケースなんですけどもこのケース最初はですねプロンプトエンジニアリング等でベッドロックで採用できないかっていうのを検討すべきなんですけども基本はなかなか多分精度が向上しないとか自社,自社の,そのデザインっぽい画像が生成されないとか ということが起こり得るかなと思います。で、その際には、まあ、実際にそのプロンプトエンジニアリングだけでやっぱり対応ができませんので、まあ、独自のデータを使って、ファインチューニングをしてあげる必要があります。で、ファインチューニングを行う際には、まあ、先ほども、まあ、先ほどの、あの、政治メーカーの中であった、まあ、ジャンプスタートなどを使っていただいて、 実際に学習済みモデルに対して、自社のデータを学習させ、自社っぽい画像を生成してくれるようなチューニングを行ってあげるべきです、はい。その結果、ここの選択チャートをそれぞれ辿っていくと、カスタムモデルを利用したいということになるかと思うので、選択すべき、利用すべき AWS サービスとしては、Amazon 政治メーカーということになります。 はい。では最後、あの、まとめということで、えー、一応本セッションで、あの、まあ、いくつか機能をご紹介させていただきましたが、まあ、本当にあの、一部でしかありません。先ほどもありましたように、まあ、ラグを使って、えー、ベッドロックのまあ、えー、ラグを使っていただく場合とか、a Amazon ゾン Q のラグを使っていただく場合、まあ、それぞれで、あの、考慮すべき事項というのは、あの、もちろんございますので、まあ、その点は、あの、AWS ドキュメントを確認していただければと思います。 でただあの、生成 AI をあの AWS で活用していただく際には、ま,あ、まずはユースケースに応じてあの、どのサービスを利用すべきかっていうのを、まあ、選択していただくべきですので、まあ、その際には、まあ、このように各サービスでできることできないことをあのちょっと洗い出していただいて、まあ、選択チャート等で、えー、決定していただくと良いかなと思います。でまあ、の正しくサービスの選択ができると素早く生成 AI の活用が今後 あの、できるようになるかと思いますので、ぜひ、あの、本セッションを、今後の生成 AI 活用のために、あの、お役立ていただけると幸いでございます。はい。以上で、あの、本セッションは終了となります。ご清聴いただきありがとうございました。